はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、オブライエンです。さあ本日なんですが、皆さんはブレイズキャノンマガジンというカードご存知でしょうか。このカードね、はっきり言って最強なんですよ。このカードどういう効果を持っているかっていうと、自分のですね、この3番の効果があのメインですね。自分および相手のメインフェーズ、このカード墓地から除外してると、デッキからボルカニックカード1枚墓地に送るっていう効果があるんですね。はい、でまあ最強ボルカニックコンボが、このカードを墓地に叩き落とした上で、このカードをゲームから除外して、ボルカニックバックショットっていうモンスターを墓地に叩き落とすんですよ。そうするとこのボルカニックバックショット何するかっていうと、墓地を送られるとブレイズキャノンと名付けたカードの効果によって、手札デッキからボルカニックバックショット2体墓地を送って相手のフィールド上のモンスターを全部パスするっていう効果があるんですね。だから、まあ、簡単に言うとこれブレイズキャノンマガジンプラスバックショットがイコールフリーチェーンサンダーボルトになるんですよね。はい、で、まあ、これを今日は打っていきたいんですが、私はね、考えたわけですよ。これバックショット墓地行っちゃった後使えなくなるじゃないですか。このギミック戻せばいいんですよねめちゃくちゃ安直なんですけど、このムドラと、ケルド、このモンスターたちは自分の墓地のカードおよび相手の墓地のカードをデッキに戻すことができるということで、まあ、今まではそのブレイズキャノンマガジンを、使ってバックショットぶち込んだ後にこのカードを戻すのに結構大変だったんですけども、石津ギミックが簡単に戻せるようになりましたので、墓地肥やしたら大体これ売ってます墓地肥やしたら大体サンダーボルト売ってます。結構強くないですかこれ。というわけで、今回はですね、石津パンクギミックあるじゃないですか、あれに、ボルカニックギミックを混ぜまして、ブレイズキャノンマガジンをまあぶち込んでいきたいというふうに思ってます。で、墓地肥やすギミックは、石津以外にも、このアギド・ケルベク以外にも、パンクを採用してまして、あとデクラレ・ディバイナーを採用してまして、まあ、この辺でね、石津ギミックが、絡んでくれればかなりの枚数墓地落とせるんで、そこから、まあ、白雪で、墓地のカード除外したりとか、それから、まあ、ブレイズキャノンマガジン落としてバックショットしたりとか、あ と,、サンダードラゴンをね除外して、まあ、超雷竜立てたりとかっていう動きをね臨機応変にしていくみたいな感じになります。このブレイズキャノンマガジン舐めてるかもしれないですけど、皆さんこれすげえ強いんで、まあ、それを今日はちょっと見せていきたいなというふうに思ってますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。おー、芝刈り来たー。芝刈りとかいう最強カードを通すしかねえ。バクヤ、いいでしょう。双剣ちゃんは相手にとって不足はないですよ。愚かな埋葬してバロネスとか使ってくんねえかな。これオロマイでバロネス使わして、で芝刈って気持ちよくなるせずある。魔法タップ向こう2回はねえだろデッキ。さすがにゲボキモモンスター持ってんじゃん、ふざけんなよ。プロトスとかいうゴミきた。プロトスとかいう最強に最強のその双剣暗転のコストバックショットとかいうクソいないのきた。それ愚かな埋葬止めてくんねえかなこれ。オロマイこれどう、これはどう。まあとりあえずね、ここはまあ一回通すよね当たり前に。でケルベクどう、これケルベク結構やばいよ。よーし、来た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 、これはこれ通るだろう。よーしよし、アギド効果これは来たぞ、これは来た。バックショットも落ちてんのか、なるほどな。バックショット落ちまってるからちょっと戻さないといけないな。バックショットは何が落ちたのか一応確認しようか。あーそんな感じね。あーソルキも落ちた、なるほど。ちょっと墓地確認します。ちょっと一旦石章めんどくさいんで、ちょっとですね、ボルカニックバックショット戻しまして、いけ、ブレイズキャノンマガジン発射デッキからボルカニックバックショットを墓地送り、ボルカニックバックショットの効果を発動。バックショットの効果により、ブレイズキャノンの効果により墓地を食らった場合、同盟モンスターを墓地に送り、相手のフィールドのカードを全て破壊する。サンダーボルト
うっしゃそしてバックショットの効果を発動。うんこを投げつける効果により500番をいっぱい入れることができるぜ、相手のライフに。しゃ、さあこれで一気に2000番よ、一気に2000番。これはワンチャンあるぞ。そしてトイボットの効果を発動するぜ。だプロートスがマジで厄介だな。プロートスをなんとかして、処理しないといけないんだが、まあ、白雪で裏返してからバックショットかな。うわいらね、白雪で裏返してからバックショット結構ある。とりあえずファーニマルウィングの効果を発動するぜ。ファーニマルウィングだってファーニマルベアをゲームから除外しながらカードを1枚ドローして、さらにカードを1枚ドロー。なるほど。で、愚かな服装の効果を発動していく。で、愚かな服装の効果によってさらにカードを墓地に戻して、送っていく。腕付けのマージンでいいか。で、送ったカードはもちろん無毒で戻していくスタイルね。いや、これ多分ね、これこうなんですよ。これこうしまして、ちょっと除外するコストは意外と慎重にやらない方がいい。これね、ここでさあ白雪の効果によって相手のモンスターを裏側守備表示にしていくぜ。白雪効果、一応裏だけはした方がいいか。雷獣竜サンダードラゴンの効果発動、白雪効果発動で、アークネメシスプロートスを裏側守備表示にしたいので、何かありますか。なんもないです。で、裏側になる、裏側になったらね、効果で破壊できるんだからね。うん、やべ、雷鳥竜しかねえの俺。あれ雷電竜は、あれ、あ、プロートスだ。プロートスで闇宣言してからだ。なるほど、闇属性出せねえ。やっぱ計画狂った、計画狂った、やべえ。やばいぞ。あ、待って、もうこれソルキウスでランク6できるの。これソルキウスでランク6だ。ちょっともう墓もまだいらないから、こことここを墓地送って、でソルキ出して、でランク6してベアと出して、これだな、これでいい。待って、あいつ守備力いくつだっけ。3000か、足んねえな。じゃあプロートスとかいうモンスター強すぎるやろ。ライチョール切るしかねえな。何落としたいんだこれ。ジャイアントレックスかなんかどうしたらいいんだこれ。これはランク4作るに行って、でちょっと墓地壊していくか。なんかさ、うまいことやったら突破できねえかなこれ。いった。いやでもミネルヴァしか出せないもんね。いや無理だな、ミネルヴァしか出せないから、ランク4するしかないか。いやでもそうだね、闇属性出せねえからだな。闇属性出せねえからちょっときついな。まあ、しょうがねえ、プロートスとかいう激キモモンスターがあまりにも強い。やばい、フォクシーオーガナンバーか。いやーきついな、きついね、きついけど、いやきついけど、もう一回バックショット打ちに行けばいいから。俺はもう一回バックショット打ちに行くぞ。ふん、よし大丈夫だ。ブレイズキャノンマガジンはまだ弾はまだ6発残っているぜ。実質これで俺のターンを終了だ。さあ貴様のプロートスは絶対に裏側終了にする。さあ勝ってこい。あいつ効果で破壊されないとかいうテキストが書いてあるんですよね。だからなんか裏側守備表示にしないといけなくて、絶対プロートスは。でここで、白雪の効果発動する。さあフェアリテール白雪の効果、自分の墓地からカードを山前に除外して特殊召喚できるぜ。いけ白雪特殊召喚。そして白雪の特殊召喚成功し効果発動、相手のフィールドのモンスターを裏側守備表示にしていく。ダニーダニー、まあいいだろう、でも、まあ、そのぐらいは許してやろう。この双剣暗転のコストプロートス強すぎるんだよな。ベアトリーチャーの効果を発動するぜ。魔合神ソルキウスを墓地を送って、さらに愚かな埋葬をしていくぜ。愚かな埋葬および愚かな服装をしていくぜ。ここはまあ落ちて強いモンスター落ちればいいから、まあ、ジャイアントレックスですかね。サンダーでもいいですねこれね。モンスター増えるからレックスいっか。これで白雪で裏側になる。でミネルヴァが一応残ってはいる。でゴードン発動する、いいでしょう。オッケー、大丈夫だ、まだ俺たちにはバックショットがある。そしてバックショットの弾をもう一度想定し直すことができる、ムドケルによって。バキはいいだろう、
バキア召喚成功時アーダラを見せつけることによってトークンが特殊召喚される。ここだプライズキャラマガジンの効果発動、ボルカニックバックショットを墓地のグリ、バックショットの効果、バックショットを墓地のグリ、やばい時間がない。うわーサンダーボルトなんか送電ドルーン、よしよし。そしてうんこを投げつける効果、6回目、6回もうんこ投げつけて草もう3000削ってんだけど、3000しか、もう一発削り直してるから3500か、3500ボルカニックバック、うやばい。いやそれはでも白雪いるから大丈夫か、白雪がいるから大丈夫だ、白雪がいるから大丈夫。さあ白雪の効果を発動するぜ。白雪の効果によって自分の墓地からカードを7枚除外し、圧倒的墓地リソース特殊召喚、そして白雪の特殊召喚成功時効果によって相手のフィールドのモンスターは裏側周辺になる。これによってシンクロ召喚は絶対にさせない。そしてジャイアントレックスの効果を発動、除外された場合このカードは特殊召喚することができる。よし強え、強えぞ、いける、これはいける、よし。そしてムドラの効果を発動するぜ。ムドラの効果によってボルカニックバックショットをデッキに戻す。うわーふいやばいこと起きてる、ガチでやばいこと起きる、ガチでやばいこと起きる。ブレズキャノンマガジンの効果発動、ブレズキャノンマガジンの効果によってボルカニックバックショットを墓地に送り、ボルカニックバックショットの効果墓地に送られた場合仲間を呼んで、うわー弾丸装填発射ドラーン強えバカ強え、お最強一気に来たわ、ちょ最強一気に来たマジで。でもバックショットの効果9回使ってるやばすぎる、おちょっと最強デッキできちゃったこれもう打とうと思ってもブレイズキャノンマガジンがないぜ。対戦ありがとうございました。うおーボルカニック最強、いやなるほど、高校ゲーム参加権、あじゃあ俺先行か、あれ俺先行だっけ、まあいいや、これはどっから入るかな、こっからか、これにうらら打たせよ、でデクレララディバイナーの効果発動、さあディバイナーはやばいぞ、ほっとくとまずいんじゃねえか、あーオッケー包容ね、ナイス、全然いい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 、デクレララディバイナー君ありがとう。まあこれてか緊急テレポート持ってるからマジ神だな、こっからパンク展開がを続けることができるぜ。ちなみにこのパンク展開が通んなくでも一応なんとか、セアミン召喚するで効果発動するで、ここ止められてもまあなんかあんな、まだなんかあんな相手ちょっと待って、相手まだなんかあると、ちょっと待ってくれ、あでもそれは貫通できるわ、包容か、あい全然よ、いやそれは貫通できる大丈夫だ、俺フォクシー中引いてるから、オッケー、無限包容2回食らったけど多分ねなんとかなる、よし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 まあ、そのセアミンに無限保養当てたら止まることもあるから、まあそのなんか一概には言えないけど、まあでも北斜中持たれてる可能性結構高いから、やっぱルーラーなのかなと思うけどね。なるほどなるほど、ああそういう感じ、割と悪くない落ち方ですね。それとりあえずね、まあウィングとかいうどうでもいいモンスターは持ってきといてからのアギド効果とセアミン効果でうらら一応ケアして、で打点上げる効果、はい、でさらにアギド効果でお互いの墓地肥やす、
はい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 、いいじゃないですか。でトイポット効果発動してバックショットも落ちて、あ、バックショットじゃねえや、ブレイズキャロマガジンが落ちている。よしよしよし、いいぞ。いいんじゃないかな、かなか割といいぞ今回。でファーニマベア効果発動、ファーニマベア効果によってデッキからトイポット設置して、でトイポット表にして、でトイポ効果発動して、このなんか謎の羽送ってドローして、墓地送られる、 OK。 で自分の墓地のファーニマルウィングの効果を発動していく、ウィング効果によってファーニマルをゲームから除外一瞬することによって1枚ドローしながらトイポット墓地送って、さらにドロー神でトイポット効果発動。これ結構強いな、これありえん展開できるんじゃねえか。もうちょい墓地壊すか、まあ、気持ちよくなりに行きましょう。究極に究極に気持ちよくなるやつ。これでちょっと9枚墓地壊しが確定するんですよね、あのパンクギミック入れてると。これがねやっぱ非常に相性がいいという話はありますね。でモンスター特殊召喚します。これは二中なの方がいいか。エルフにもバロネスにもなれるのはあまりにも偉いっていう説はあるよね。でまあ、とりあえずバロネス出しに行く説は結構ある。で光と闇除外してカオスルーラーが帰還する。えい、召喚ムービー2回目見せつけて、そして雷獣竜の効果を発動。雷獣竜の効果によって雷電竜を特殊召喚。そして、まず一旦レベル2チューナーとレベル8のモンスターでバロバロバロネス出していく。はい。はい。OK。そして、一旦エルフかな。こことここでエルフ。で、デクラルリバイン落ちてるんで、一応相手ターン、ヌトス打ちに行くことできますね。で、雷電流効果でフィードが墓地送られたので、サンダードラゴンカード持ってこれるんで、鳥持ってきて。で、バルネスの場所見せた。まあ、いいや。鳥、特殊召喚するでしょ？で、ここでサーチ封じて、相手も結構ハンドきついからもう結構無理だろ、これ。はい。無限声を2回打って、ここまで展開されてるからもう無理じゃねって言ってたんだけ。よく心折れねえな。で、バックショットを戻さないといけないので、このカードを一回戻しておきましょう。もう墓地に触んないよっていう状態になった時に戻しておく、これ大事。よーし、完璧だー。完璧だー。一応使っとくか、一応エルフ使っとくか。効果発動、まあ、あんまり関係ないけどなこれ。はい、まあ、こんぐらいで勘弁しといてやる説あるけどな。マスカレーナちょっとこれ入れるわけないんだよな、エンド。マスカレーナちゃんちょっと入れる枠作って入れたい感はありますね、一応ね。さあかかってこいよ。ちなみに今俺の妨害は何があるかっていうと、バロネスのなんか全部っぱ効果、およびエルフちゃんの、ディバイナーを特殊召喚してからヌトスを送る効果、そして、まあ、サーチ封じの超雷流、さらにブレイズキャノンマガジンによる相手のフィールド上のモンスターを全部っぱする効果があるぜ。ほう、なるほど。一応増字打っとくか。増字打って、まあ、何ができてもあまり関係ないんで大丈夫ですね。これ特殊召喚されてレベル2に2体並びますと、はい、で絶望の相手ターンサンダーボルトをぶちかましてやればいいんじゃないでしょうか。さっき戻しておいたぜ。うおー、ブレンツキャラマガジンの効果発動、弾丸装填、デッキからボルカニックバックショットを持ち送り、バックショットの効果発動。バックショットはブレイズキャノンマガジンによって墓地を送られた場合、仲間を墓地に落とすことができる。さらに落として相手のフィールド上のモンスターを全て破壊、うおーつーそしてうんこを投げつけていく。強すぎる、なんて強いんだなんて強いんだ。
強だわ。あまりに最強。これ相手なんもできないだろこれもう。もうきついだなこれ。さすがにゾージー通ってバロネス行ってエルフで破壊もされて、いや多分ほぼ無理だと思うこれ。何？ああもういいよ。それはいいよ。それはいい、全然いい全然いいよ。怪物イモンスターというのに加えることができる。でも加えられないと。超雷竜がいるから加えられない。はい。でメインフェーズ終了前、スプライトエルフの効果を使っていく。エルフによってデクレラーディバイナーを特殊召喚。特殊召喚成功時効果発動。ヌトス砲。まあ、一応ね、布石や。で、ヌトス効果発動。発射バゴーン。ハカーナ握ってたんだ。なるほど。それバックショットに打った方が良かったのでは。まあ一応バロネスで無効できるけどね。バックショット自体は。てかなんならバックショット釣れるわ。あのエルフで。だからハカーナケアできる。バックショットに対するハカーナさえもケアできてるとかいう最強デッキだと。はいはい。はい。なんかわかんないけども殴れば勝ちか。さすがに。一応アポロウーサーに出しとく。暇だから。すげえ暇だからちょっと出しといて。一応出しといて、まあ、あんま関係ないと思うけど、はい、でこれでバトルいきましょう。はい、えこのデッキ最強ってことでいい？バックショット無慈悲のバックショットの全部っぱ、これさすがに最強でしょ。最強デッキできたわ。あーなんもねー、貫通でできそうだな、なんかワンチャン。妨害、な、二妨害ぐらいあるときついか。凶楽の盾天使、わからん。順のメインフェーズに発動、天使族をテクションが。あー、なるほど。イシュタム、やばい！テテスターボやんけ、これ。テテスターボやんけ！おい！やばい。やばい、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 やばいことが起きた。テティスターボでデッキ全部引き切ろうとしてません？やばいんじゃないですか？その動き。これ親の顔より、クソレッカーの中では親の顔より見たこけって言われてますよ。これ何起きんですかこれ。レインボーズレベルマンで、なんかテティスめっちゃ出てきた。テティス死ぬほどできた。あ、これレベル5のモンスターが5体。何をするんだ。アーティファクトデュランダル。え、こいつ誰や。遺言の仮面。何、遺言の仮面だとセット。どういうことわからん。これ何すんだっけこの人。モンスターの効果を発動した時に、通常魔法、通常トラップが発動した時にエクシーズで届いて、その効果を相手フィールド上の魔法トラップカードを1枚選んで破壊するとなる。あー強いね。オーバーエイトを1つ使うと、お互いはすべてデッキに戻して手札をシャッフルして、その後、デッキ模写かけドローで戦線復帰効果しん、やばい、おい手札がやばい、このゴミモンスターのせいでドローできん。終わった。なんかこれ前にもね、このギミック食らった気がするわ。俺何回このギミック食らえばいいの。